Hey guys, it's Mountain Goat. 今日は御滝に登りに来てます。まだですね、今時刻が4時半を少し回ったぐらいなんですが、まだまだ真っ暗でですね、秋の訪れを感じています。今日はですね、今御滝登山口、田の原のね、駐車場にいまして、しばらく来ないうちにものすごく立派なビジターセンターとトイレができてまして、それはいいんですが、御滝口の山頂から剣ヶ峰までが、10月の11日とか、それぐらいまで開放されて歩けるようになっていますので、9年、10年ぶりぐらいにそのルートを歩いて行きまして、でその後、美濃池小屋かなに行き、で、そこで少し休憩してからピストンで、帰りは美濃池トラバースとかいう名前だと思いますが、そこを通って、この駐車場に帰ってきたいと思ってます。今日もですね、いろいろ試している新しい道具などなどありますので、その感想なんかもね、歩きながら話していきたいと思います。それでは。今、久しぶりに御滝口登山道を歩いてます。いやー、本当に久しぶりだな。星が本当にものすごく綺麗で、これがうまく撮れるかわからないですけど、どうなのかな？見えるのかな？さすがに見えないですよね。では、引き続き歩いていきたいと思います。雲海が出てます。すごい綺麗に遠くまで見えて。で、昨日星がかなり輝いてたんで、天気は今日は持つのかなというふうに思ってます。ずっと見てたいですね。今日は GoPro ではなくて、先日購入した DJI Osmo Action 4 で撮影をしてるんですけど、暗所性能はどうですかね。私のこれまでの経験からしてですね、GoPro だったらもう完全に滲みまくって映像もガタつきまくって使えないぐらいのクラスなんですけど、というかもうほぼノイズだらけで真っ暗っていうような感じの画質になってるはずなんですが、 Osmo Action 4暗所性能が高いという触れ込みですけど、どうですかね。もちろんね、私は逆光で真っ暗になってると思いますけど、背景がそんなにガタガタしてなかったらこっちを買ってよかったなーっていう感じなんですけど、いやー、それにしてもいい景色。8号目に着きました。事前に自治体のホームページで調べてみて、この8号目から少し行ったところからヘルメットを着用しないといけないということなので、今から返信したいと思います。はい、ヘルメットをかぶりました。ペツルのシロッコというヘルメットで、非常に軽いものですね。今日は寒いことを予測したので 100% メリノライトフーリーを着てきたんですが、やっぱりこれ汗びえしますね。こんだけびっちょり濡れると普通に冷たくて体温奪われる感じがすごいします。おそらくね、地肌に着るんだったらやっぱり網やみのね、メッシュインナーと組み合わせた方がいいのかもしれないですね。もともとは僕、山岳会にいた時とかね、冬山登ってた時なんかはグリベルのサラマンダーだったっけなを被ってたんですが、当時僕ヘッドライトも重かったので、だから重いものを頭にずっと乗せていると、長く被ってると肩が凝るというか、クライミングの時は墜落する可能性あったり落石あったりするので、サラマンダーなんですけど、普通の冬山の重装だったり、あとこういったね、念のために被っておきましょうというようなところであればシロッコがいいのかなと思って、会を辞める直前ぐらいですかね、そのぐらいに購入して、で、会を辞めてしまってから山から遠ざかってた時期がありまして、このヘルメットずっとお蔵入りしていたんですが、昨日クローゼットから掘り出しまして、それで今、ようやくね、日の目を見ているという感じですね。文字通り日の目を見ているっていう感じなんですけど。
御嶽には僕もすごく思い入れがありまして、私にとって御嶽はもうホームマウンテンのような感じで、もう春夏秋冬季節を問わず登ってたんですね。もちろん噴火をした年にも山岳会の人たちと雪上訓練にも来てまして、滑落停止とかボディビレーの演習とかスタンディングアックスビレーとかねそういうビレーの練習なんかをしたりとかしてまして、ってことで、まあ本当に毎年来ていた場所なので、噴火が僕がハイキングしていた時に起きてもおかしくなかったし、なんかちょっと他人事として捉えられない部分がやっぱりあって、それで噴火が起きて以来一度も来なくなりました。まあ、今回ね、もちろんね、火口付近は近づけないんですが、9年ぶりに大滝口がほぼ完全に開放されたというか、剣ヶ峰の山頂まで登れるようになりましたので、これ逃して来年噴火とかなったらね、本当にいつ次来れるかわからないので、9年ぶりに来ました。安全に気を使って登らなかったら、亡くなった方たちがね、浮かばれないなと思いますので、まあ、皆さんも御嶽にね、登るときは地元のね、ルールに従って登っていただけたらなというふうに思います。やっぱり御嶽はいつ登ってもいい山ですね。最も気軽に来られる3000メートル峰だったので、またねそういった人々に親しまれる御嶽が戻ってきつつあるというのは嬉しいですね。少しでもねこの山の素晴らしさが皆さんに伝わればいいなというふうに思います。大滝頂上の御嶽神社に来ました。まあ、ここでちょっとお参りをしてから剣ヶ峰に行きたいと思います。ここからが新たに通れるようになったエリアです。10月11日までですね。なんか明らかに風向き的に寒そうなので、ジャケットを着て行きたいと思います。寒い寒い。もうやっぱり火口が近いから、この辺ものすごく硫黄の匂いがします。今日は新しく使っている道具いくつかある。この一つが、このハイパーライトマウンテンギアのカメラポットなんですけど、私はですね、トイレが近いという問題を抱えてまして、仮説が二つあったんです。仮説その一は、ウエストポーチにね、これまでカメラを入れてたんですが、そのカメラが膀胱を刺激していて、トイレが近くなってるんじゃないかという説と、で、もう一つは前回気づいたというか、その後勉強し直して分かったことなんですけど、まあ私いつも粉ポカリをですね、溶かして飲んでたんですけど、運動中とか、そういうのに飲む飲み物には、2種類あるらしくて、アイソトニック飲料とハイポトニック飲料っていうのがあるらしくてですね、ポカリスエットは、より体液に近い塩分も糖分も濃く作ってある、アイソトニック飲料ってやつらしくてですね、運動中にね、飲むには、ちょっと濃すぎるらしいんですね。なので、ポカリを運動中に飲むと、喉が渇いてしまうようなんです。で、まあ僕はそのこと知らなかったので、まあ喉が渇くたびにですね、ポカリを飲んでっていうことで、そうすると悪循環なんですね。飲めば飲むほど喉が渇き、喉が渇くから飲むとトイレしたくなってみたいな。あ、ちなみにこれシェルターです。もしかしたらトイレが近くなった原因はポカリを飲みすぎてたからなんじゃないかと思いまして、今回はアミノバイタルの、まあ、味の素が出してるハイポトニック飲料を試してます。まあ飲んでてね、うわ味が濃いなという感じはもちろんないですし、今のところトイレが近いということもねないんですだからどっちが原因なのかわからないし、どっちも原因だったかもしれないし、まあともあれね、カメラポットを使うことによって少なくともね、下腹部の圧迫感というものはなくなりましたので、問題はもしかしたら一つ解決しそうなのかなというふうに思います。
御嶽山山頂に来ました。いや久しぶりですね。それにしても寒いですブロッケンが見えてますやったー。ここに見えますかね、ブロッケン。ここにちょうど見えてますね。いやすごい、ものすごい雲海です。ちょっと二の池があったところとか、あ、ブロッケンがまた見えました。いやちょっと様変わりしちゃいましたね。すごい火山灰なのか、漏れちゃったっていう感じで。あ、すごく見えてますね、ブロッケンが。すごくいいですね。わあ、秋晴れっていう感じで、空の上を歩いてるような感じですね。このシロッコなんですけど、今んとこ使っててすごくいいです。シロッコってまず軽さがいいですけど、それ以上にですね、このバックルがマグネット式になってて、めちゃ簡単なんですよ。そうなってないヘルメットを昔使ってたんですけど、それは本当に、うわ、なかなかつかんみたいな感じで。ヘルメットをするときって、手袋もしてたりする場面が多かったりするので、例えば冬山とかだったりすると。まあ余計にですね、ヘルメットのバックルが、めんどくさい問題っていうのがありまして、これはバックル式なので、片手でもちゃっと見なくてももちろんできるので、そこはね、買う前から分かってたことですけど、使ってみて改めてめちゃいいなっていうふうに思ってます。あと、軽さがやっぱりすごくいいですね。2日ぐらい前に首をちょっと痛めまして、一昨日の夜なんかは全然寝れなくてですね、かなり辛かったんで、うわぁ、頭にちょっと重いヘルメット被るの嫌だなと思ってたんですけど、2日ぐらい経って治ってきたっていうのもあるんですが、これはもう全然重さをほとんど感じないので、首への負担もすごく少ないですね。ずっと被ってられるというか、さっき山頂にいた時にあれ被ってたっけって一瞬思っちゃったぐらい、ものすごくですね、着用感がなくて、おすすめです。で、この、カメラポットについては、買う前にいくつか懸念があって、まあ、例えばですね、胸につけることで、足元がかなり見にくくなるんじゃないかっていうふうに心配してたんですけど、これをつけてて足元が見にくいと思ったことは今のところないですね。今、私の目の位置ぐらいに、置いてるんですけど、どうですかね。このカメラでどう映ってるかわかりませんが、少なくとも私は足元見えにくいとは思ってないですね。まあ、いくつか胸につけることの弊害というのはもちろんあって、ペツルのビンディというね、ヘッドランプを使ってるんですけど、そのヘッドランプ僕首からかけて使ってるんですね。紐式なので頭に巻かずに首からぶら下げてネックレスのような形で使ってるんですけど、少しね、ここに干渉して邪魔だったっていう感じがしましたね。結局、おでこにつけたんです。つけて解決したんですが、これを使うにあたって、ヘッドライトを使い方を変えるということは必要性として出てきてますね。他にも色々ありまして、私は 100% メリノライトフーディーを着てるじゃないですか。これ胸をガバッと開けて、胸から換気できるというのが売りなんですけど、これがあるとですね、溝落ちまで開くってことができなくなりますので、まあそういったところは仕方がない部分ではありますけれども、せっかく来てるのにね、胸の換気がちょっと限定的になるというのは少し残念だなというふうには思いました。あと、胸がちょっと熱くなって汗かくんじゃないかなっていうね、そういう、やっぱ密着しますから、そういう懸念もあったんですけど、今日はですね、結構涼しいので、もちろんね、胸にピタッとくっついてて、胸感は当然今でも感じてるんですが、そこまでひどい感じではないかな。真夏じゃないとね、ちょっとわからないですね。真夏にはかなりもう胸がびっちゃびちゃになる気はしてるんですけど、春秋に使う分にはいいのかなと思ってます。まあね、一番は見た目の懸念だったんですけど、私の理想とするハイカー像からちょっと離れちゃうというか、仰々しい感じになるので、まあそこはね、仕方のないところですけれども、ただ、ポニーパックをつけなくなったことによって、腰回りがね、すごく自由になった感じはしてます。
まあ、カメラを腰荷重で運ぶっていうことも私の狙いで、ウエストポーチにカメラ入れてたんですけど、これはね、十分荷重が分散されるような形になってますし、腰元のね、軽さというものはすごく今のところいいなと思ってます。ちなみにこれ、ですね、外しやすいように S 字フックのようなものに変えてます。これで簡単にね、付け外しできるので非常に楽です。ハイカータイムの JK さんの動画をね、参考にさせていただきました。ただ JK さんは両方とも S 字にしてたんですが、さすがにね、片方だけはカラビナにして絶対外れないようにしています。まあ私はその方がね、外れたりしにくいのでいいのかなと思ってます。配輪埋まってしまったのかどうなのかちょっとわからないですが、これ二の池だと思うんですけど、もう池はないですね。本当に昔はね、山頂から綺麗な二の池が見えたんですけど、ちょっともう見えないですね。小屋はどこだろう。小屋あっちですね、きっと。あれが小屋じゃないかと思いますね。今、カルデラコンを使っております。結構風は強いので、ガスストーブだったらもう着火すらできないような風だと思いますけど、今カルデラコンはね、なんとか風に耐えております。こうやって手を添えると、あったかくて、すごく幸せな気持ちになります。今日のお食事はいつもの豆大福に加えて、名古屋名物の名古屋とウイロを持ってきました。あったかいコーヒー飲みながら食べたら絶対うまいやんと思って、今日はわざわざストーブを担いできたわけです。にしても寒いズボンも履こうか。このペラペラなのはエンライテンディーエキュプメントのカッパーフィールドパンツです。着てるのはカッパーフィールドジャケットです。靴のまま履けます。あ、全然違う、あったかい。携帯中はかなり寒かったですね。っていうか今でも結構寒いですね。日差しはあってポカポカしてるんですけど、風が結構強くて、まあ御嶽って風強いんですよそれはもう昔から分かってたことなんですけど、改めて風強くて寒いっす。なのですね、今日はこういう出立ちなんですけど、カッパーフィールドジャケットの上にトリットエペックスベストを着ていて、これ二つともね、抜けがすごくいいので、まあ、ある程度ね、着ながら歩いていても、そんなに、辛くならないですし。あと、下にはですね、カッパーフィールドパンツを履いてます。これも非常に透湿性が高くて、ずっと履いてられるような感じです。分岐点まで来ました。先ほどは頂上からこのまま降りてきたんですけど、ここにあるようにね、
大滝頂上にね、トラバースしていく道が、ここにあるので、まあ、帰りはね、同じ道じゃなくて、また今回新たに解禁されたトラバース道をね、次は歩いていきたいと思います。メリノライトフーディ、100% メリノライトフーディを今回秋山っていう感じの環境で着てみて、自分の中でねかなり使い方が分かってきたかなというふうに思います。メリノライトフーディはやはりですね、どうしても地肌に直接着ると汗でびっちゃびちゃになってしまって汗冷えするので、薄手のフリースのような使い方が正解なのかなというふうに思いますね。汗でびちゃっとならないような着方をした方がいいと思います。まあ、もしかしたら冬にベースレイヤーの上にフリース代わりに着るときには胸がガバッと開くことが役に立つっていうふうに思うのかもしれませんし、まあでも僕アルパカフーディーですごく満足してるので、あったかくて抜けが良くて乾きが早くて汗冷えしないっていう、あの何拍子も揃ってるので、まあどっちか選べって言われたら私はアルパカフーディー選びますかね。まあこれは好みの問題だと思いますけどね。100% メリノライトフーディーが悪い製品ということは全くないし、まあ汗っかきの人はね、ビチャビチャの生地が肌に触れないようなね、メッシュのインナーを着るだとか、まあそういった工夫をしながらお召しになると良いのではないかと思います。大滝頂上に戻ってきました。いやー天気がいいな今日は。風が強いからどれぐらい僕の声入ってるんですかね。だいぶ風のノイズに声がかき消されてるかもしれないですね。ここに来ると自然と風が収まるんですよね。8号目を過ぎたのでヘルメットから帽子に変身しました。今日のハイキングの総括をしていきたいと思います。まずですね、このトレイルについてなんですが、田野原から剣ヶ峰まで10年ぶりぐらいにこのトレイルを登れて、変わっちゃった部分ももちろんあるんですけど、御嶽は変わらず御嶽だなって。そういえば思い出話がありまして、僕鼻頭症になったことあるんですね、あの厳冬期に来て。未だにその後遺症で寒くなると鼻が痛むんですけど、活火山であるということをね除けば比較的老若男女来られる山だと思います。本当にね、冬はねベターっとした斜面が非常に長く続いている独立峰らしいね地形なので、滑落停止訓練とかね雪上訓練が非常にしやすいですし、まあ、もちろんねあのすごく寒くなるんですけど、怖がらないで来てくださいっていうのは無責任なのでそんなこと言えませんが、正しく怖がりながらこの山に親しんでいただければなと思います。すごく本当にいい山です。今日の私の装備に関しましては、新しく試したものは3つですかね。ヘルメットとカメラポットとハイポトニック飲料ですね。どれも本当に良かったです。着ている服に関して言いますと、今日はベースレイヤーが 100% メリノライトフーディ、山と道のものですね。まあそれは先ほどね少し詳しく言いましたが、あくまで個人的な感想なので、ああそうですかっていうぐらいに聞いていただいたらいいんですけど、汗冷えしてもあったかくて暑い時に涼しいっていうのは、まあ実感できる人もいるかもしれませんが、少なくとも私は実感できませんでした。ベースレイヤーに着る限りにおいては。まあもしかしたらね、ベースレイヤーに着なかったらまた違う感想になるかもしれませんけれども、ベースレイヤーとして着なかったらあんまり意味ないのかなというような気がしています。
ということで、それが私のミルノライトフーディーの感想ですかね。真冬に来たらね、また違う感想になるかもしれませんけど。まあ僕はちょっと真冬に着るのは勇気がいりますね。ちょっと汗をかきすぎた時のあの汗びえが、真冬はちょっと致命的なので、まあそんなね、致命的になるようなところに行きませんけど。レイヤリングに関しましては、超軽量なウィンドジャケットとウィンドパンツを雨具の上下とは別に持っていくようにしていて、今日はですね、エンライテンドエクイプメントのカッパーフィールドジャケットとパンツを着たり履いたりしました。ものすごくちょうど良かったですね。ペラペラで重量ほとんどないようなぐらいなんですけれども。それでもですね、しっかり保温してくれるので、非常に助かりました。休憩中は寒かったので、その上からさらにエンライテンドエクイプメントのトリットエイペックスベストですね。それを着ました。低体時は暖かく保ってくれて、で移動中は抜けが良くて、本当に理想的なもので、で、何よりも大事なこと。皆さんアクティブインサレーションとか防寒着を考える上で、絶対に大事なことは、濡れてもあったかいっていうことです。濡れて冷たくなるようなものは、いくら軽くたって、日本の山岳環境よりは、僕はそぐわないと思いますね。まあもちろんね、低体時に着るっていうことを限定でダウンジャケット持ってくっていうのはいいと思いますし、ある程度防水性の高いダウンのビレージャケット着るとかそういうのはいいかもしれませんが、まあそうやって行動中に着れないですよね。トリットエイペックスの最大のメリットは濡れてもあったかいんですよ。例えば3年前に北アルプスをハイキングしていた時に台風の翌日だったのでものすごい雨の降り方だったんですね。レインジャケットを着ていてもですね、結構中も濡れてしまいまして水が染みたというよりは発汗量が多かったのでそれで汗で濡れちゃったっていう感じなんですけど、何着てたってびちょびちょになるような環境でした。それでテント場に着きましてガタガタ震えてたんですけど、びちょびちょのままトリットエイペックスベストとジャケットを上から羽織ったんですが、もう本当に着た瞬間暖かくてですね、濡れてもすぐ乾きまして濡れてもあったかいんですよ。何がすごいって、脱いだ時に、こんなにびっしょりぐっしょり濡れてたのって驚くんですね。毎回。そのぐらい、自分が濡れてることも気づかないぐらい、濡れても保温性が高いんです。まあ今日はね、そのベストを着ていて、ジャケットの上からベストを着てたんですけど、ベストでも十分暖かかったです。私はいつも通り足元は、山と道のライト5ポケットショーツなんですけど、さすがにね、あまりにも低体時は、寒かったので、上からね、カッパーフィールドパンツ、ペラペラのもの履きまして、それも抜けがよくいいし、かといってね、履いた瞬間あったかいし、あと何よりもね、靴のまま脱ぎ着できるというのが非常に楽ですね。エンライテンドエクイプメントは、割とね、寝袋とか、そういったものにね、注目集まりがちですが、アウトドアウェアのね、メーカーとして非常に誠実に真摯に機能するものを作っているので、ぜひ皆さん、試してみてください。肝心のですね、おしっこ問題。なんですけど、まあやっぱりですね、断続的に膀胱を押される感じがないからか、おしっこがしたくなるような感じはあんまりないですね。やっぱり僕の場合はそれが原因だったような気がします。ただもう一つの原因として、ポカリスエットをやめたというのも大きいかなと思います。通常の夏山ほどは暑くないとはいえ汗をかいていて、まあそれでもですね、通常よりも水を飲む量がはるかに少ないので、やはりこれもね、塩分と糖分が低いものを飲んでいるおかげなのかなというふうに思います。人それぞれ体に合う合わないってものがあると思いますが、まあ、ぜひ皆さんもね、試してみてください。すごく水分補給がうまくいっている感じがします。まあ、カメラポットを使うにあたって、ウエストポーチを今試験的にね、使っていないわけですが、ウエストポーチに入れていたものがどこに行ったのかっていう話なんですけど、そもそもね、ウエストポーチの中に入れていたものが、財布とバファリンプレミアムぐらいだったんですね。あとカメラ。で、まあカメラはこの中入ってて、よくよく考えたら僕使ってないポケットが2個ぐらいね、5ポケットパンツにございましたので、5ポケットパンツに収納してます。ちなみに僕これフックで使ってるので、スターナムストラップはついてるんですけど、使ってません。だって、これ外すときって、カバン下ろすときじゃないですか。だから、せっかくこれ簡単に外せるようにしてるのに、スターナムストラップもつけたり外したりしないといけないって、なんかちょっと面倒なので、だこれを引っ掛けるだけで済むようにしてるので、こうやって。簡単に引っ掛かって、スターナムストラップのような役割を果たしてくれますから、スターナムストラップの分の重量をね、数グラム減らしてもいいかなと思ってます。まあ、汗かくっていうね、汗染みできてるのかどうでしょうか。
汗をかくというのが、まあ一つね、レックではありますけれども、まあそれで言ったら、ウエストポーチをしなくなった分、お腹周りが快適というか、蒸れ感少ないので、どっちを取るかみたいなことなのかもしれないですね。まあ、少なくとも、僕は、ファニーパックをし始めてから、あるいはポカリスエットを飲み始めてから感じるようになった強い尿意ってものが解消されたので、今回のね、参考でいろいろ実験してみたんですが、まあ、結構成功したのかなというふうに思ってます。それでは、まもなく駐車場に着きますので、今日はこれぐらいにしたいと思います。皆さんいつもご視聴本当にありがとうございます。もしよろしければ、いいねボタンをお願いします。ぜひ、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。その、登録ボタンを叩いちゃってください。すでにお住みの方はいつも本当にありがとうございます。皆さんの応援があるおかげで、腐ってた自分が新しい生きがいを見つけられたので、本当に心から感謝しています。インスタグラムもやっておりますので、ぜひお気軽にフォローしてください。概要欄にインスタのリンクを貼っておきますので、ぜひよろしくお願いいたします。皆さんもね、秋山ジョイということで、ハイキングを楽しんでください。それでは、See you outside. Bye!